ヒストン脱アセチル化酵素 EC3.5-1 とは、クロマチン構造において、主要な構成因子であるヒストンの脱アセチル化を行う酵素である。遺伝子の転写制御において、重要な役割を果たしている。人では、現在 DAC1 から11、セルト1から7の18種類が同定されている。遺伝子の発現は遺伝子の塩期配列によるもの、以外に DNA あるいはヒストンに対する。 後付けの就職により制御される場合がある。ヒストンは DNA が巻きついている。コアヒストンと DNA のリンカー部分に結合している。リンカーヒストンに大別される。コアヒストンのアセチル化は、エピジェネティックな遺伝子の制御において、重要な役割を担っている。ヒストンはそのアミノ酸配列中に、リジンやアルギニンなどの塩基性アミノ酸を多く含む、ため通常陽性に加電しており、 陰性に加電している DNA との結合が容易である。細胞内のヒストンアセチル基転異酵素により行われるヒストンアセチル化はヒストン中の特定のリジン残基の網の元をアミドに変換することにより電化を中和してしまうため、結果としてヒストン DNA 間の結合を部分的に弱める。このことはヒストンに対する DNA の巻きつきが弱くなることを意味し、 隣り合ったヒストン DNA 複合体同士をつないでいる DNA 差に対して転写因子や RNA ポリメラーゼがより結合しやすい状態になる。ヒストン脱アセチル化とはこのアセチル化された部位を加水分解により除去し元の網の元に戻すことによりヒストンへの DNA の巻きつきを強めて転写を抑制する反応でありヒストンアセチル化とは逆の機構である。 ヒストン脱アセチル化反応はダックにより行われる。ヒストンでは N タンのリシン残機がアセチル化、脱アセチル化され、これが遺伝子発現の制御に関わっている。ヒストンが多数アセチル化されている染色体領域は遺伝子の転写が活発に行われており、ヒストンのアセチル化は遺伝子発現を活性化させ、脱アセチル化は遺伝子の発現を抑制していると考えられている。 ヒストンは蒸気で述べたアセチル化の他にもリン酸化やメチル化による制御を受ける。ダックは細胞内情報伝達や細胞周期の制御にも関与している。特に近年、ダックはがん治療の標的分子として注目されている。ダックは配列の相当性などにより4つのクラスに分類される。トリコスタチン A の化学構造。ありがとうございます。